まさかトラックの中で撮ってるのかと思うぐらいの音の調整を行うこともできるんですね。ここ運転席からなんですよ。こんな感じでですね、カメラのオペレートもですね、実は運転席からできちゃうっていう。オープン。ご視聴ありがとうございます。映像制作アイネクションの食べ物とふかりんです。はい、ということで今回はアイネクションによるスタジオ兼スタジオ巡りシリーズでございます。はい、第1回でございますということで、今回はですねスタジオをご紹介しようかなということ で、なんか前に一歩もしかしたら前後するかもしれないですけど上がってるかもしれない白堀スタジオっていうのをちょっと今回はご紹介したくてですね、スタジオの前にやってまいりました。外なんですよ。しかもまさかのあれですね、コインパーキングです。コインパーキングで、これちょっと内川の新提案なんですけれども、コインパーキング、どこのコインパーキングにでも出現することができる出張スタジオということで、走るスタジオというサービスをうち始めました。はい、冷やし中華始めましたみたいなので、走るスタジオ始めましたということで、まあせっかくなので早速中を見ていきたいと思います。はい、こんな感じの2トントラックですね。なんでこういう一般的なこういう駐車枠に収まるタイプですね。小さいトラックです。では荷台を開けてください。オープン。はい、ということでこんな感じですね。じゃあ早速乗っていきましょう。でまあこんな感じに、なんかちょっと今皆さん注意してもらいたいのがですね、これ今ちょっと安っぽく見えてるかもしれないですが、絵を見てから行ってくださいっていう感じなんで、ちょっととりあえずまあ紹介としては、ここにこう椅子があって、じゃあ早速ピンマイクつけてもらって、とりあえずスタンドインしていただき、でこんな感じで白堀があるんですね。でまあなんかそこに会社モニターみたいなのがあって、こうソフトボックスがあって、裏側にこうカメラがある、で下に配信機材ですねがあるみたいな感じで、これ後ろ側が完全にスタジオとなっていて、実際にはこっちの運転席の方からオペレートするようになるんで、まあじゃあこちらはとりあえずじゃあ椅子に座ってもらって、はい、閉めましたということで、じゃあ運転席見ていきましょう。はい、でこんな感じでね、ですね、今ちょうどこれちょっと音の確認してたんですけれども、で、ここにあるこのマイクを使って、今は聞こえますか？はい、という風な感じでですね、ここで中のスタジオの音がモニターできるんですね。でこちらがごめんなさい、ちょっと将軍これ反転し忘れちゃってますけど、こんな感じで絵を確認することができるということで、ちょっとなんかお声いただいていいですか？皆さんこんにちは。話してる声でこのように音の調整を行うこともできるんですね。ここ運転席からなんですよ。で続いて、ここでまあちょっとスイッチングですね、こんな感じに、まあこれ本来はあれです、パワーポイントとかがある場合にはここでスイッチングを行うっていう感じです。でもちろんながらここで収録もできちゃう、まあなんで基本的に何でもできます。で実はですね、はい、こちらをご覧いただけると分かるんですけれども、はい、こんな感じで、はい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 、こんな感じでですね、カメラのオペレートもですね実は運転席からできちゃうっていう、はい、こんな感じですね。はい、この運転席でカメラのオペレートもできて、収録操作もできて、スイッチング操作もできて、パワーポイントの映像も受けられて、そして音もモニタリングできて、でこっちから話すこともできるというふうな感じで、もう完全にここは副調整室、サブっていうことになります。で後ろ側が、まあ、このような形でスタジオになるというですね。はい、ごめんなさい、いない間にほぼほぼ紹介を終えてしまいましたいかがですかこのスタジオ、実際にスタンドインしてみて。電車を見るときに普通のスタジオと変わんないですよね。そうですよね、本当に確かに、なんかはちょっと思えない感じですはい、そうなんです、本当にね、もうこっちの方がモニターで見ると綺麗かな。まあ今ちょっとこれ回してるんで映像を差し込みますけれども、まさかトラックの中で撮ってるのかと思うぐらいの絵が撮れてしまうということで、このトラックスタジオ、これが全国出張対応可能ということで、ごめんなさい、全国って言ったんですけど、ちょっと沖縄はちょっと手続き時間かかるんで、ちょっと急な案件はあれなんですけど、沖縄以外であれば道路で道がつながってるんでね、全国出張可能ということで、こちらのトラックスタジオで、なんかこうややこしいじゃないですか、なんかトラックだけなら、まあ、誰でも持ってこいと思うんですけど、なんかこう配信機材とかなんかああやって分かんないと思うんで、走るスタジオ全部パックになってます。なんで走るスタジオ発注いただいたら、もうこれでもうあと
あれです、あの制作の方があのご案内いただいてタレントさんが入れば、タレントさんじゃなくてもいいです、あの何でしょう、知る方位で撮る必要がある方にいらいたあの来ていただかないんですね、うちが伺えばもう大丈夫ってことで、はい。でこのコンパクト性もいいですよね、本当。なんで最近やっぱ来れないじゃないですか、そのスタジオまでもちょっと来るのがやっぱコーナーを関係で怖いとかそういういろいろあると思うんで、なんで自宅の前までスタジオが伺って、でそしてもう自宅のすぐ目の前のコインパーキングとかでもう撮影、しかも白ホイで、しかも高品質で撮ってしまうということで、はい、新しいアイネクションからの新提案でございましたということで、ぜひぜひ、なんか逆に追加でこんなのも撮れたらいいなみたいなのがあればコメントとかいただけると嬉しいでございます。ということで以上、映像制作のアイネクションでした。はい、ご視聴ありがとうございました。